石黒52国黒52から1922年1月14日は明治時代の官僚土木技術者政治家。加賀藩士石黒千尋の次男として加賀国金沢に生まれる。明治一新前は藩校で治めた西洋法術を教授していたという。一新後は加賀藩主の命を受けて大学南校に進み明治11年。 土木工学科を卒業。同年、神奈川県土木科に出資したが、翌明治12年、文部省の選抜により、イギリスに留学した。留学中は、アレキサンドリア港の水道工事を始めた数の工事に、携わったほか、ジョン・フレミングと共にインシュライトの発明を行うなども、した。明治16年、日本への帰国後は、内務省に出資し、各地の水道、 土木の改良工事に当たった。明治19年、呉、佐世保領鎮寿府の設置が決まると、海軍将棋士に兼任され、その創設工事に当たった。また、三池公や文字若松公の執行工事も手掛けた。内務省での部下に、高橋達次郎がいる。土木監督書議官、海軍議官を歴任し、明治40年12月10日から死去するまで貴族院、直線議員を務め、 同性会に属して活動した。1908年7月1日、近急官志向を仰せつけられる。ありがとうございます。